はい、てなわけで今回はガパオライスを作ってみました。日本だとタイ料理の中でも1位2位を争う人気者じゃないでしょうか。私も大好きです。ガパオっていうのが向こうの言葉でバジルのことなんですね。でさらに細かく言うとホーリーバジルっていうのを使うみたいなんですが、まあこれがやっぱなかなか手に入りづらいんですよね。私も以前1回だけ使ったことがあるんですが、もうほぼほぼ記憶がないです。まあ、今回使ったのはスーパーに売ってるスイートバジルなんですが、まあ、これをさらに複雑にしたいい香りのする強化バジルみたいなイメージですね。香りの強化っていう点ではミントを少し入れるのも全然ありだと思います。まあ、あとはやっぱりこの独特な香りや味わいがタイ料理って感じがしますよね。まあ、ナンプラーとかそのまま食べるとウォーって感じがしますが、まあ、タレに混ぜ込んで炒めてあげると何とも言えないもう旨味のある味を出してくれますよね。まあ、苦手な人は苦手なんですけど、私は大好きです。最後にレモンでキュッと味を締めるのがちょっとしたポイントなので、ぜひやってみてください。ではでは、本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価していただけるととても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。